をしてメタっぽくなんかわけわかんない振る舞いをすることによって狼から外れようとしたっていうことだったんでしょ。ことだったんでしょ。その先取りはしないでください。うん、それを俺が騙されたっていう。俺はだから反省したからこそ、ね、前に進めるよ。はい、俺はね、ちゃんと謝ったよ。反省したよ。ゲームをやりましょう。ミスなんだから、俺完全な。チームを負けに導いた。俺が悪いんだから。それは受け入れてです。前に進めよう。どうしても一番戦わなきゃいけないんだよ。選択しない場合、この一番のムーブ癖を読み取った時に、ランダムで振り分けられます。それの把握ができればかなりと思ったら、俺占い師だが、ああ、これもこれでいいか。試金石だわ。ちょうど占い師だから。戦いながら、この一番って、どっちかなって推理していくのって面白いんだよ。他の真面目にやるメンバーは戦いたくないって言ったけど、俺にとっちゃもうすげえ、研究材料として大事だわ。変だったんだよな、終始変だなって思ってたんだよ。占った対象が話がひたすらわけわかんない時って、意図的に演技をしてたってことだな。狼で。そういう時に俺がうかつに役文字で一番釣らないって言うべきじゃないってことだな、この子に関しては。昨夜は。まあでもそれも決め打ちだからね。発言常識論で考えればね。9番。騙されるゲームだけどね。発言します。なかなか追わない方だからね。わざと狼が。1番さん白でした。おかしい発言をするっていう。ということで、進行論に関しては僕だけでいいです。グレーの人が役について触れてしまうと、透けへんで議論が進んでしまって、無駄な考察っていうのが増えてしまうので、役について触れるのは僕だけでいいです。で、まあ、役なんやけど、カレードに関しては盤面が確定した段階で言います。だから2周目の僕の位置で言うので、まあ、その位置で、まあ、はっきりしてください。僕が出ろって言ったら出てほしいし、まあ、出るなって言ったら、まあ、出れへん盤面なかなかないけど。うん、まあ、三振用になった場合に関しても、まあ、出すのもありっちゃありやから、まあ、盤面によってほんまに変わってきます。で、まあ、2周になった場合に関しては、対抗狼で進めていきます。強靭やった場合に関しては、狼がグレーに2色いる考察になってくるから、結構圧迫効いてます。なんで、とりあえず対抗2周になった場合は、対抗狼で置いて進行していきます。8ランシップです。お願いします。1番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村陣営です。まあ、村りないって言われないように、足手まといにならないように頑張りますので、よろしくお願いします。2番目なので、正直何も話す、さっきなんか、進行については何も言わなくていいみたいな。多分村なんだよ。なんか1番目の自分以外が言わなくていいみたいなこと言ってたんで、まあ、演技してるときは狼だ。何も言うことないんで、うまく言えない。番組とか言われても。過剰な演技をするときがある。はい。でも多分こっちはどっちかというとまだ狼ではないんだ。次の方に回します。確実な狼とは言い切れない。プレイヤーが発言します。多分村だね。多分どっちかというとこの感じは。はーい。そうだね。何も言うことないね。毎回言ってるけど、霊能2出たら釣り切る。占い3出たら釣り切る。それだけ。徹底してやってれば勝率は、おそらくね、皆さん上がるでしょう。2周目で頑張ります。91の生徒は色落ちなしです。3番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営特に知らないです。そうですね。21番はマジで色落ちないなと思いましたね。9番が、太鼓は狼で見るっていう発言は俺別にいらなかったんじゃないかなって普通にちょっと思っちゃいましたね。それは教授に占い、出んなよって言ってるようにも聞こえるし、死んだった場合は、なんだろうな、その発言が結構俺、マジでいらないと思いました。だから印象は悪いってぐらいかな、9番は。まあ、2人出ないと分かんないんだけどっていうことかな。まあ、カリーとかに対する精査は良かったと思います。まあ、9、印象悪い。まあ、2、1も印象悪いかな、その点で言うと。どっちも色落ちないって感じだからねってぐらいかな。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。9番が占い CEO で8番にランダム白、把握いたしました。そうですね、私もちょっと3番さんに乗っかりって言われてても仕方ないかもしれないんですけど、9番さんが対抗の占い師をローで見ているっていうその視点がちょっと個人的にしっくりこなかったですね。全然興味も終えるし、どっちもやっぱり真の占い師だったらどっちの可能性も追っ
って炙り出していくべきなんじゃないかなって思ったんで、まあでもまだ9番さんに関しては審議ついてないんで、盤面が固まり次第、うん、精査するべきかなっていうふうに思ってます。で、1番さんと2番さんに関しては、うん、2周目位置かな、ちょっと色落ちなしなので、まあこれ誰にも言えるんですけど、しっかり時間が許す限り、発言して、ちゃんと占い師にね、情報は落としていくべきだと私は思ってます。ってところかな。はい。では次の方。5番のプレイヤーが発言します。うん。9番は狼なんだろう、おそらく。だから、狼だって言いたいんじゃない？真の占い師に。9番が偽物だから。対抗が出る前提で話してるんだから。2番、今日は9決める、9は釣りでいいんだよ。真の占い師が出てくるから、その人を信じればいいんだよ。9なんか偽だよ。対抗が出るって思ってるんでしょ？真の占い師なら思うわけないじゃん。偽物だから思うんだよ。自分に自信がないから。騎士も言うこと聞かなくていいよ。偽物だから。うん。今日は9釣りでいいんだよ。決め打ちでいいよ。うん。3番、4番の感じてる違和感は間違いじゃない。うん。9番は偽物。うん。まあ、狼でしょ。色見ればいいんだよ、9番。勝つならば決め打ちして結果出せばいいんだよ。9番はもう人外だよ。対抗を考えてる占い師なんか死んじゃない。ってことしか俺は伝えらんない。黙ってその真を信じろ。6番のプレイヤーが発言します。まあ現状9番さんが8番さんに白出しということで。まあ5番さんがどうしても強靭に見えちゃうんですけどね。まあどうなんすかね。まあ確かに発言自体対抗、狼っていうのはまあ、まあ無駄りないっていうのはまあそうなんですけど、まあ発言も不要だったとは思いますけど、ただそれだけでね、芯を切るのっていうのはどうなのかなっていうところはありますね。だから、どういう発言するのか。今のところ5番さんは今日なの、強靭なのかなと思ってます。まあそういうムーブなのかもしれないですけど、ね。6白だからね。で自分にちょっと3番さんが気になってて、ね、1番さん、2番さんを、印象悪いって言った理由は、何だったんですかね。発言が薄いからですかね。発言が薄いから印象悪いって言うんだったら、それをしっかり言えべきかなと思いました。で、まあ、4番さんはまあ、普通のこと言ってるなって思いました。で、1番さん、2番さんともに2周目だと思ってます。自分は9番さんは盤面的には白いと思いますけど、2周目聞いてから考えます。以上です。7番。のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。占い師をいたします。3番が白です。3番が白お願いしますって感じなんですけどね。まあ9から、まあ、とりあえず触れていくんですけど、まあ人狼か、まあ狂人かっつったら、まあ狂人じゃない、あ狂人じゃねえや、人狼っぽいかなって自分は思ってます。で5が急にそういうとこ触れてたんで、まあ5ちょっと白目に見てますね。あとはまあ全体的に色落ちはそんなないんですけど、まあ狩人と、霊媒についてはまあ、霊媒はまあ出てきてもいいと思うんですけど、騎士は潜伏って感じでまあ普通にいいと思います。そうですね。あとはまあ2周目聞いて考えたいと思います。以上です。8番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。なんかあれですね、前半は色落ちしなくて、後半はなんか活発な感じのイメージを受け取りましたけども、5番さんはすごいですね、なんか。もし5、まあ、確信的に言ったのは9、5、6はないなぐらいしか思わなかったですね。それ以外色落ちないとしか言えないです。僕、霊能ね、霊能なんだけど、対抗もしジンガで出てきたい人がいるんだったら、僕の15秒の時に出てきてください。仮に9が真の敵があるから、聖さんに時間かけたくないんでね、9番さんの時間取りたくないんで、僕の敵が15の時にぴったり出てきてください。2周目のショップから少しでもずれたら、まあ、あれですよ、人外側がかぶっちゃって、2人出てきたらめっちゃ楽しい。スラしないタイミングで出るかな。出てこれるものなら出てきてください。スラするならスラでもどっちでもいいけど。ちょっとだけワンテンポずらすかな。あ、近くありがとうございます。スラ、ね、スラされそうなんだよ、ね。てなことでね、まあ、2周目は僕ちゃんと紫なんで。発言して帰っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。色落としてくださいね、皆さん。9番のプレイヤーが発言します。騎士出てください。あ、騎士3周になってるか。いや、ほんまにムカつくんやけど、言う必要がないって何？この位置やったら自分で選んで言うわけよ。まあまあまあ、まあまあまあ、まあ。
で、7番さんが5番さんにしか触れてないっていうところから、5番さんがそこから占い使用してるっていうことで、75ワンチャン狼かなと思ってます。結構75は背負ってたから、俺は。7番さんが5番さんにしか触れてなかったから、その、ライン切り、ラインつなぎっていうのがあるんじゃないかなって思って、結構75で追ってました。で、5番さんが使用してきたから、進路路あるんじゃないかなって思ってます。なんで7と5狼かなって現状追ってますね。だから7と5どっちかから行ってほしいかなと思っています。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、内容が薄いから、まあ、なんだろう、怪しい。まあ、そういう考えもあるんだろう。なんかそもそもそも、ますよね。聞こえてますよね。3と4の1巡目の3と4の意見を聞いて、あ、そんなこと言ってたんだっていうような感じで、なんか正直占い師が人狼っていう可能性は考えなかったというか、最初から人狼が現れるとは思ってなかったんで、なんかそんな事細かなことまで聞こえてなかったというか聞いてなかったです。ごめんなさい。で、なんかその3、4、5、3の意見聞いて、で、そしたら確かにそうだなぁと思って。だから9に入れます、次。2番のプレイヤーが発言します。もうやだなぁ。なんだ。9に入れます、次なんですね。はい。わかりました。そうだな。まあ、占い師はね、3人出たら釣り切る。これはもう確定です。潜伏占い6しろか。7が3にしろ。そうね。まあ、釣り切るし、どこが真かわかんないから、いいんじゃないの、どっからでも。って思っちゃうけど。で、まあ、釣り切られるの分かっていて5が出てくるっていうのは、ローだとね、ちょっと考えにくいんだよね。って思っちゃうね。5はね、あって今日、新境地だと思っている。かな。まあ、7でいいんじゃない？ 1 が9って言ってたし。1が9って言ってた。1が9って言ってたってことは、分からんな。盤面的には7でいいんじゃないかなと思ってる。9が8に霊能で白刺さってるからね。でぐらいかな。まあ本当に8分の1の可能性だけなんだけどね。まあどっからでもいいかな。霊能が決めてほしい。霊能に合わせろやっぱ。5、7、9でしょ。絶対釣り切るんだけどね。で、対抗、あれか。新郎今日で出てるとして、1、3、4か。わかんないな。3番のプレイヤーが発言します。僕の考えはね、5番さんは潜伏占いだったっていうの結構透けてたと思うんだけど、俺5からは行きたくないかな。5が占い師で潜伏で6しろから俺はあんまり6も疑ってないかな。5の発言のあれって強人アピとかじゃなくて、自分が占い師だから9からゴリゴリに押してたっていうのだったら普通に俺は納得できるからね。このやっぱり9は2世代を、ローで見てるってことでしょ、は納得いったかなっていう感じなんで、俺はどっちか97の欄にしたいかな。思う方に行けばいいと思うし、それでラインとかも見えてくると思う。まあどうせ釣り切るんだったら俺は97から行きたいっていうのが本音かな。で、グレーで怪しいのは、4も一緒に別に普通のこと言ってたんだよね。まあ怪しいのはやっぱ一番なんだけど、もう一番の言ってる意味が正直全然わかんない。3番、4番、5番が言ってるから急に行きますって全然わかんないな。ヘイト買いたくないのかなっていうふうにも見えちゃうしね。かな。俺は97の欄で行きたいと思ってますかね。
9番目線のその進路路全然追えないんだよね、正直。そうだったら5番潜伏しててもいいじゃんっていう話になるから、進路路は全然追えないっていうのが思うね。7の意見聞いて9か7入れます。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。私もここは97のランだと思ってます。まあ、5番さん潜伏霊能で6チロって言ってるんですけど、まあ、3番目に出たんですよね。で、盤面的に言ったら5番さんって、もし、そうだな、真であればその潜伏の理由もちゃんと聞きたいんですけど、7級で真で、あと人外出てるんだったら5番さんって出る必要ないんですよね、盤面的。だからあって真強なんですよね。まあ3番さんと2番さん もこのこと言ってたのかな。だから5番さんはここは私は入れたくないっていうか、釣り位置ではないと思ってるんで、7級のどちらか。盤面的に見てもちょっとまだ7番さんの発言聞いてないんで、そっから投票先は決めますけど、で、そのラインがちょっとな、私も全然見えてない。一番さんが9に入れる理由もわからないし、わからんな。ちょっと発言聞いてから投票先。5番のプレイヤーが発言します。うん。そうもないですね。強人だったらご主人がいるのに出てきて、ご主人釣るって、で自分が新芽取るって盤面的に。終わってますね、強人としての仕事は。ローもないですね。9番と7番は、強とローがあります。なぜなら、ムラリ出してるからです。このゲーム信じ込ませるために、1% でも頑張ってムラリ出します。うまく9番みたいに、新ローローって言っちゃって、わけわかんなくなる人もいるけど。そういうことです。決め打ちなんです、2番さん。もう、こんなの、決め打ちができないっていうのが、本当に驚くレベルで。7番と9番は、普通にやってるんです。陣内を。ってことで、僕はね、怪しまれるために潜伏しましたんでね。あ、ついでに2番さんのために言いますか。1番、4番さんの女性プレイヤー可愛いですね。どんどん新芽下げます。7番と9番と違って。あ、伏線張る人ってほぼほぼ死んだんですよ。うん。わざわざ陣外でこんな怪しまれること取らないんですよ。うん。6白がもう出てたからさ、6番に疑われて6番何言うかなってから心配な感じで。黒打たれるか噛まれるよ。俺が死んだから。心の準備はしとけ。黒打たれた時のために。人外に。そうですね。あとは何？そうですね。グレセサしません。はい。うん。グレセサしないって言っただけで、釣った騎士、どうなったか。うん、先般になりましたね。当然、謝らなかったです。初日に釣ったんです。そんな占いしよう。人外でやるわけないです、そんなムーブを。と、7番、9番みたいにムラリ出します。狂人狼の証です、7番、9番は。死んでは絶対に。6番のプレイヤーが発言します。一周目はね、5番さんが9番さんを、明らかに不当に叩いてたと感じたんで、5番さんは、強靭なのかなっていう発言を残しましたけど、まあそういう、ムーブだったっていうことで、納得しました。まあちょっと伏線は張れてたのかなと思ったので、5番さんのシーンも追っていきたいと思ってます。で、3番さん、4番さんと同様に自分も、9、7の、ランでいいかなと思ってますよね。完全に便乗ですけどね。5番さんがローだったとしても、強だったとしても、出る意味が全くない。だから今日は、97でどっちか人狼っぽいほど釣って、もし黒が釣れたら、黒ストップ、他の、ローラー完遂せずに、そこで、終わらせるってことでいいと思っています、うん。自分は9番さん強、7番さんがローだと思ってますけどね、5番さんどっち釣りたいとか言ってなかったのがちょっと残念だったなと思ってます。まあ、俺何も言わないから。いや、7番さんくらい行きたいかなと思ってますかね。何もベタに占うのこれ。まあ、ローっぽい。9番さんの方が強っぽいって感じですかね。するよねっていう考えで。1番さんと2番さんだったら、2番さんの方が気になってて、まあ、1番さんはもう発言薄いんで、もう、マジで何もないんですけど、2番さんは、どこからでもいいって発言もおかしいし、5番さんを新居って見る目線もおかしい。で、こういう人じゃこういう人、ね、1番さんが9番さんに入れるっていうから、7でいいっていう視点も、なんで色見えてるのかなっていうところで、やっぱり気になりますかね。とりあえず2番占ってで、まあ4番さん、そして片手番が後で生き残って、ね、選手を決めてるし、7、9、7にしたいっていう視点が私と似てたので、現状、白っぽく見てますかね。2番さん時点で1番さん怪しく見てます。今日は7番さんから行きたい。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、なんか自分が釣られる流れになってるんですけど、うん、9がやっぱ狼で5が、狂人
だと思ってますね、自分は。1級のライン、狼だと思ってきたんじゃないかなって。超人で狼だと思う。最初1、別に9行きます。おかしくない。じゃあ7番は何で出た、うん、そこ ?9 番は死んだと思ったからなって思ってます。狼で。で、4は結構なんかハキハキ喋ってたんで、結構白っぽいかなって思ってます。うん、あと3、4に。7はさ、7は仮に狼だったら、5、6両方とも。でも、かまあ、うん、6は3番の発言力だって言ってるんで。でも、囲いも結構たまにはあるからな。まあ、だから1級っていうところの心で隙をついてるからね、この頃の。今日かなって思ってます。そうですね。俺は、だから9から行って、5、7って言ってほしいと思ってますけど。まあ、1はね、はい、以上です。だからどう思うけどね。のプレイヤーが発言します。でもね、もうこれ負けるんだろうな、1はね。よし。ごめんね、これもう、全然間違えたら申し訳ないけど、今日は7から行こうかなと思ってます。まあね、5の潜伏流は結局微妙ではあったが、結果、この2、2人じ、なんていうの二人を陣外露出場面作ったのは5番さんだしね。うん、まあ、この釣り切るけど、絶対釣り切るよ。絶対釣り切るけど、盤面を作ったこともあって、うん、微妙っていうか、唯一の、まあ、7で確定し占い師と偽物を分ける方法っていう。また、僕すっごい見分けつく方法で言ってるみたいな。微妙に聞こえるでしょ。さん結局結論を言うと、陣外と狼の、狼人と狼の動きをしなければ死んだなっていう。9がどうだったから、相方に多く占いを。占いもしてないしね。女の子可愛いって言って、伏線も張って潜伏もするってやつは多分いないから、物まねする人がいるかもしれないけど、その場合もあるから、結局、真面目にガチに勝ちに行ってね。7で黒が落ちなかったら絶対釣り切ります。7で黒が落ちた場合のみ消しちゃいます。9号のシーンがあるかどうか、あの、どっちがシーンかな。で、片方は村なのかな、片方がどうかどうかっていう選択を村で選択します。普通の試合ってラインキルだよね。僕も持ってくださいね、もちろんですけど。ラインキルだと思うよ、これ。で、現状僕1が騎士だったら超嬉しいと思ってますね。ほんと、俺1騎士であったらしい。もうそのプレイ自体がもう騎士の、ま、なんていうのあれ。あれかなと思ったんですけど。何も言わない。逆に無みたいな。うん。まあいいんだけど。うん、で、5番さん、6番で、ロラストップ。1騎士でも出て3、4星差っていうのが俺の理想形なんだけど、2騎士だったらやべえなっていう。うん、強人が6だったらめっちゃ面白い。よかったなっていう。3は噛まれてくんねえかなって。ロラストップってそうですよね。進路路見えてる強人もありれるんでね。まあいいや。とりあえず今日は7番いってください。色みたいです。全プレイヤー。その疑いには、どんな根拠があるのかな ?7 はな強人だったんだろうか。発言だとよくわかんねえ。9番はどうして進路路で追わせてんだこれ。どっちか決めきれねえからっていう強人の視点。これでも狼だからゴリゴリ強人っぽく見せたの。発言的に。7と1、9。投票が終了しました。1は別に9いくって言ったからおかしくはね。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。悪いけど1占ったところで村しか多分村なんじゃねえかなと思われるんだけど。まあ白角からまあ出されちゃったんでまあ仕方ないですけど、まあ厳しいですね。この後まあ8番に頑張ってほしいなと思ってます。でまあ9、1やっぱ捨てきれんなって思いますけどね。まあ、うん、で、まあ、白は、は4、4白っぽい、としか言えないですよね。まあ、皆さん頑張ってください、としか言えないです。以上です。夜が更けました。もうしょうがねえよ、これ。なんかね、3番、4番にそうだけど、ベタに。2がね、あれだったらもうやべえよね、もうミスだよね、2が。あの、わかんねえんだよね、この人が、あの、人外なのか、あれなのかは。こういう人なんだろうね。切りたい人、安定進行を取りたい人っていう。黒じゃない人。黒か。いてえな、これは。これは3番か4番にいるでしょう。多分。網入ったらどうしよう。入ってねえな。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番のプレイヤーが発言します。2白、1白。そうか。ってなってくると、あれ、8番さんって7番さんの色って何色だったんですか？ん？あれ。まあいいや。ちょっと待って、もうわからんくなってきたな。ちょっと結果落としてくださいね、一応。そうなってくると、うち個人的には1番さんがちょっとなんで9番さんに行ったのかっていう理由付けがなかったからまあ1級のラインを切ってきたのかななんてことも考えたんだけれども
どうなんだろうな。ちょっと、八番さんなんでチャットしてくれないの？わからないな。すいません。ちょっと考察伸びなくて、ほんと申し訳ないです。ちょっと皆さんの発言を聞かせてください。5番のプレイヤーが発言します。うん。7がローだったら今日、まあ7、9の新ローローないでしょ。9番が新ローローって言うわけないからね、新ローローで。そんな透けて見える発言しないから。ってことで、カングレの4番行って、1行って終わりますね。多分。7がローだったらね。7が強だったら、9の相方が94か91。2番さんは安定進行が好きなただの村の人。大丈夫。2番と6番で謎を解いてくれ。俺は1か4を占う。うん。7、9の新郎路はないでしょ。おそらく9が、9と7が組んでて新郎路っていうのを、まあ、分からせたら新郎路の意味ないからね。どちらかが狂人、どちらかが狼。まあ、8番の結果次第。1か4占えばいいので、今日は9番吸ってください。あ、9番狼だ。やっぱりそうなんだ。9番が狼だから、最高、狼だって見せたかったってことだね。うん。91か94。俺の直感は94だと思うけど。うん。1はね、無駄なような気もするんだけど。まあ、ただ、占えばわかる。1か4占いますよ。うん。占えばわかるので、今日は9番行ってください。もう、新老路で追っているってところが、もう、普通の視点じゃないので、新老路じゃなかったんで、じゃあ9番さんも自分で釣られてくれますよね。新老路じゃなかったですよ。7番白ですよ。俺も白なんで。あなた狼なんでね。1か4占いますよ。9番行って1か4占って、占えば答え出ます。以上です。6番。のプレイヤーが発言します、はい、よろしくお願いします、うん、4番さんがめっちゃ8番さんの、霊媒結果気になってましたけど、まあ、自分も同じかなと思いますね、まあ、霊媒結果があってから考察するっていうのがまあ基本だと思うので、まあ4番さんが、まあ、人狼で、片方が、まあ、色を知ってるっていうムーブには見えなかったので4番さん現状白いなと思ってますね。で、自分、昨日2番さんめっちゃ疑ってたんですけど、で、3番さんは1番さんは怪しいって言ってて、で、3番さんが噛まれたってことで、ちょっと思考を改めないといけないのかなと思ってます、ね。じゃあ分かった、1番占う。いやでも91ラインなんてシンプルなことあるんすかね。ってことなんだよ、俺が言いたいのは。そんな、どんなわけあるがいっていう。1番は、まあ、ライン切ったのかもね。ライン切ったのかも。この子は何か作詞で何か考えてるのかもしれない。狼で。まあ、君たちだとしたら1番さんの9にいるってのが、まあ、おかしな発言しまくってると。で、7番さんの推理、まあ、偽か本物か分かんないですけど、が当たったってことですよね。ライン切ったのかもしれないし。まあ、分からんでもないな、9に。まあ、4番裏なったらもう1黒だから。そっか。それから1白だったらもう4裏なっとくわ、うん。で、9番さんは1番さんの色が気になって裏なったってことですよね。1に票入れられたから1村だと思うけど。で、7番さんが狂人か、狂人か、神か。9番さんがローでいきなり出ることなんてあんのかな。いや、ちょっと今9号でどっちか行くか迷ってますね。現状9番さんに行きたい感はある。以上。8番のプレイヤーが発言します。いやです。やっぱり僕91ローには見えないんですけど、9、1ローって、占いで9が出る ?1 点目に。決め出たってことですか、ね、の会話で。僕が絶対に占いでどんな番組で。94あるぜ。ですかね、まあまあだとしたらありえなくもないけど。ね、9、1が作詞でね、またさっきみたいにね、まさかっていうのがあるからね。1占っとけますか。お願いしますね。で、2番さんはレールはしたいんですよね、この状況って。うん。2番さんの発言にも注目したいところではあるが、ごめんね、4番さん騙すようなことして。4番さん、一応7番さんが、どうぞ白白ずっと言っとったし、4番さんがどういう対応を取るか見たかったですね。色が見たかったところだったんだね、7番は。で、6番さんはその感覚が一緒だったんで、現状6も下に置いちゃうけど。なんかね、おかしいんだよね。5、6、ローローはない。狼だって言ったりしたから、俺的には9番から言ってほしかったと思うけど、7は狂人、7行くから、7行っただけでも通信かって言います。言えばよかったかな。心境かっていうね。狼だって言ったりするっていう、狂人だったら狂人と思わせたいとかさ、狼をなすりつけたいとか、狼だったら。うん、釣り切ります。どっちでもいいよ、釣り切っても。俺は1と4の結果が。死ぬんで、どっちみち9か5どっち釣ろうが色が見れないはずなんで、村目線も心配になると思うんですよ。
なので絶対釣り切ってください。釣り切っていいよ。もう2番3ローだったら怖え。2番3ローだったら最悪やな。怖くねえわ。うん。1はローで、4、ね、は白だから4。うん、まあ、1と4の発言聞いて村は精査してください。うん、で、2番さんは多分ロレロにして、うん占いロにしてくると思うんで。5、5級で。9番のプレイヤーが発言します。2番は占いロラでいいよ。今、5、6かなと思ってんねんけど、また、まあ、4番さんの発言を聞いたけど、まあ、例の結果、まあ、気になるのは、ね。だって9、1だったらさ、1に黒出すとかさ、まあ、なんかするじゃねえ。でもな、俺に占いロラったら終わるからね。そんなに結果にこだわらなくてもと思った。4番のあれ。でもどっちも言ったらいいと思うから。で、6番さんに関しては、その、5番さん、9番さん、どっちか行きますって言ったんやけど、あの、俺軸の話しかしてないから、結構ここで、まあ、雑いライン切りみたいなのをしてきたんかなっていう、一応保険を張ってきたんかなって思って、今、現状6番さんは休んでます。で、1番さんを守ってる理由に関しては、まあ、俺の投票もあるんやけど、その5番さんが出てくるメリットを考えたときに、一番 HP 低いのって1番さんやったやん。この段階で。じゃあ2、1番面でどこから出てくるのか、1番さんが一番 HP 低かったら、そこを占ったわけよ。で、ほぼほぼ出るんじゃないかなと思ったんやけど、白やったから、現状5、6かなと思ってます。なんで5番さんが出てきたのかっていうのはちょっといまいち分からへんねんけど、5、6って6、俺、まあ、ぶったらかかんだけど。5、6ってぶったらかかるだし、評価集した方がいいと思うで。なめられてんのかなって思って。評価集した方がいいと思うで。まあ、現状6万さんで追ってるっていうことだけ。まあ、こっから奇跡の俺釣られることはあるかもしれないけど、まあ、あんま発見したくねえな。なんか普通に考えれば9、4に見えるけども、これベタに9、1じゃない。3に関してはそうよ。まあ、どうせ1が白できたらでかいっしょ。7万さんから行く理由もしっかりしてたし。映画、騎士に出てきてほしいんだけど。結構俺の芯を切るっていう発言が多い中で、しっかりと。1番のプレイヤーが発言します。なんか5番さんになんで9にしたのかって言われたんですけど、もともと最初に私は人の、さっきそれ言いましたよね。私は村になることをしたいって。だから、まず、この中で、最初に疑われてたのが、まず9番だったし、それに、正直、7番が、真の可能性は、真、もしくは今日の可能性は絶対に、今日、もしくは人狼の可能性はどうしても捨てきれないし、その中でどうして7番だけを選べって、みんなが強く言ったのか分からなかったんで、誰かが、そのうちの誰か一人に牛耳ってる人がいるんだったら、これ村人負けないかなって思って、多分でそこでやっぱり最初は9って言ってたのに、なぜ急に 7だけが怪しいみたいな感じに言ったのか分からないし、それに何かは7、9のどっちかって言ってましたよね。だから私は9を選んだだけなのに、なんでそれをそこまで批判されるのかが分からないです。私は最初と同じ結果を選んだだけなんですけど、それをそんなに、なんか LINE、でやってる、LINE でなんか LINE 切りでしたっけ、そうです、LINE 切りですね。LINE 切りっていう技でやってきたんだって決めつけられるのが意味がわからない。7級の中でって何人かの方がおっしゃってたんで、じゃあそれが一番多数決というか、多数の意見だった、大多数の意見だったんで、じゃあまあ、私は9の可能性もあると思ってたんです、やっぱり。最初の7にそんな現状がなかったっていうこともあって、やっぱ9はなんか致命的な発言してたし、じゃあ9じゃない、やっぱりって思って。間違ってたんですかね、そんなに。2番。結果が俺に行くならば、1は怪しくなるが。はい、騎士の人は出てきてください。1だったらもう占わなくていい。10秒数える間に出てこなかったら3が騎士で死んだと思います。10。1が4にいるんでしょ、占えばわかるよ。7、6、5。なんて5で狩りを気するか、2か6か。1、0。1かもしんねえけど、どっちみち。マジか。これすごくね、村としてはね、不利な盤面だと思ってるよ。うん。1、6、4。どこが黒かね、わかんないね。まあ、当たり前だけど、5級は釣り切ります。で、5がね、強靭か老か知らんけど、俺に白打ってきてるから5を残した方が、まあ、村、勝ちやすいよね。俺、前回は黒打ってるわ、2番に。あ、わけわかんない。ないのに違うか、村だから俺が釣り返っちゃう可能性が、ね、ちょっとあるから、俺に。あ、でも、なので、今日は9釣りを押したいが、基本黒打つって、第9は俺のことを裏で置いていると思っていた、うん。言葉的には騎士なさそうだって感じだね。あるから打つよ、うんうん、まあでもね、7のね、
シロサキが噛まれていることから、ナナが死んである可能性が、まあ、石だと思って噛んだんでしょ。違うかな。石だと思って噛んだんだ。深く噛んないな。わかんねえや。マジでね。ただただ村振りな盤面だから、釣り切って、最後、騎士出て2分の1ってやってほしいんだけど、騎士出なかったから、3が騎士だから、これ村が勝つ可能性は3分の1です。はい。今日は、9番さんに行きます。4番行くよ。その後5番さん確実に釣り切ります。4番だったらまだ勝ちだな。1がまだこれ作詞の、あれ役だってことだけど。さっきのあれの感じと考えれば、多分一番は一番なりに自分の言葉で話してると思うし、そんなにおかしなことを言ってるわけじゃない。ちょっとちょいちょい変なことは言ってるけど、さっきみたいに過剰なまでにえっていう感じではない。が、もう9番が怪しまれてる状況で、投票が終了しました。まあ、8に関してな。8は見ればわかるだろう、もう。だから言わなくてもいいよ、俺がぐだぐだ。8番は9クローしかないから。まあ、釣り切った後の進行は、占い的には1位を占った方がいいか。しか落ちないから俺でも7の進も結局終われんでしょ。だから4占っとく。普通に考えたら5番さん釣れないけど、まあ俺が進を取れなかったっていうことやから、うん、2、4、6で出すルールがいるんで、絶対にそこで、やっぱり4か6どっちかと思うんやけど、6かな、なんだろうね、狼ね、思ってるから結構6の発言に注目して聞いてほしいかな。意味わかんねえんだけど。2番さんも最後の発言ですごかったと思うから、何なんだろうね、まあ、ここ狼の怖いなって言わせたりとか。ところや、ほんまに。8番さん自分が狼じゃないよって消すために。2番さんが狼を消すために言ってる。1がローで囲う。もう消して、あの4と6どっちか視点向けてやって。ください、それぐらいしか言うことができません。どこかを投票されたから1にしようきついと思うんで、彼らも死んでるっていうことなんで、1のライン切り、だから2番さんの白を着て、まあ、白だったら1黒だから1、2、4、4、下を上でのラスルっていうのを考察してほしいかなと思ってます。2番と6、1に仮に白だったとして7の芯を追われたら曲げるだけだよな。沼ってんねんけど、4なんだけど、とりあえず4って言ってんだからもう4ぐらいあった方がいいだろ。6だと思うんやけど、ね、1白出して4黒だよって言った方がいいけど、いや2番か6番がミスリードするかもしれないし、結構だからショックが大きい。5番さんが出てくる意味っていうのを考えたときに、いや考察の仕方をちょっと改めないとあかんなと思ってます。とりあえず現状僕は 5と6で追ってるんで、そこだけお願いします。夜が更けました。人狼に気をつけて、占い師のその疑いにはどんな根拠があるのかな。知らん、もうこれで一番作詞だったらもう俺もう負けたわ、2連敗だわ。こんなベタベタにやんの、まさかやらないだろっていうところについてんのこれ。占った対象は白か、人狼ではありません。これもう作詞だな、作詞すぎてやべえわ、隠しすぎてやべえわ、これ負けだわ、2連敗したわ。夜が明けました。衝撃すぎてやべえ。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。はい、4白ってことですよね。じゃあ、まあ、わかりにくい人だな、って思ったけど、私的にはやられたわ、9が人狼か狂人だと思ってるんで、正直5番さんは本物なんだと思います。なので4さんが白ってことは、でもあ、そっか、9番さんは2番さんがなんか村みたいな、でも2番さんに怪しいところって正直なかったんですよね。あとなんか6番さんと4番さんから選べみたいに9番さんが言ってましたけど、私は人狼だと思ってる人の意見にあんまり意味があるとは、まあ、もちろん人狼か狂人なんで、狂人だった場合、そういう、まあ、かく乱プレイをする可能性もありますけど、まあ、人狼でもするんですかね。わかんないです、あんまり。そこは。セオリーがわかんないんで。でも、今んとこ誰が怪しいかわからないです。2番のプレイヤーが発言します。もう1番は次のゲーム抜けてください。はい。以上。1が、もう説明するのめんどくさいわ。今日5釣るけど、4と6の精査はつかないと思ってる。5はね、人外だと思ってる。なんで人外かというと、1を占って白隠させた方が強いじゃんね。って思うけどね。村として。じゃないの。だって1と4でし
1と4どっちか占うしかないんでしょ。じゃあ1占って白角させてさ、村としてさ、発言強く4吊り寄せばよかったじゃんね。それをしなかった5はね、俺目線確実に黒い。うん、人外確定している。で、9の遺言、だから7の真か9の真を追うんだけど、7が真だった場合、146の精査はつかない。だから9が真だったということを読んで、6かな、相方は。今日は5釣り確定。1番3目線、4と6に白打ってんのよ、5が。だから、もう1番3目線5真って置いたら1が黒なの。やっぱ結局説明しちゃったわ。だから1番3は5が人外ってのを確実に見えてるから、今日は5に行かなければいけないの。うん。かな、それぐらいかな。マジでね、これね、ほんと村でやってんだったらね、ほんとやめてほしいしね、ただただ人外でやってる可能性も、まあ、捨てきれないっちゃ捨てきれないよね。って感じかな。5はね、俺目線確実に人外だから、4の白も6の白も信じてません。今日は5で。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、まあ、2番さんのすり寄りって言われても仕方ないかもしれないんですけど、私はここ、まあ、私は5番さんにね、白をもらってるんですけど、5番さんに入れようと思ってます。で、昨日の9番さん占いをちょっと改めて自分の中で考えてみたんですけど、9番さんは1番さんに白を打ってるんですよね。で、グレーだったら1番さんって多分一番、釣られやすい位置に来てると思うんですよ。それは皆さん目線わかると思うんですけど、でもその1番さんにあえて白を打ってるんですよね、9番さんって。だから私は逆に9番さん死んで7強で5ローなんじゃないかなって思ってます。1番さんのその発言力に対して逆に白を打ちますかって。だから91ローローでそんなわかりやすいライン作るかなって思ってるんで、1番さんローはないかなって思ってて、まあ、ここ5番さんに入れて56かなって。5番のプレイヤーが発言します。うん、じゃあ2番と4番はしっかり謝罪してね。うん、1番はこういうふうなことを言ってます。1番の発言通り、俺が真に見えてるから1番偽です。それが答えられないから1番は偽です。9番は56追ってる。6番は初めから自分を切ってましたけども、56そう言ってましたけども、だから2番と4番はしっかり謝罪してね。うん。そこまで言うんだったら、お前らは見たことあるのか。女の子は可愛いと言って神明を下げ、9番は偽物だと言って潜伏、伏線を張って、潜伏占いをしてわざわざ自分のひたすら神明を下げ、グレー精査もしないという離れ技、異次元のプレイ。こんな真の占い師しかもうありえない。狂人と狼が否定されるムーブを取っている、神レベルの、この人狼殺の確定占い師を、そこまで信じない奴がいるんだったら、俺はもう負けたらしっかり謝ってね。7と9は、君たちみたいなのを騙すために村に出したんだよ。5番は、村にをひたすら下げ続けたんだよ。真の占い師しかできないんだよ。狼狂人の9番は、こんな風にやるわけがないという動きをしたんでしょ。俺は、何を2番と4番は言ってる。2番ちゃんと謝ってね。1番を白にしたところで7番が占ってない以上隠しろとはなりません。俺は4番を疑ってたから4番を占わなければ逆に俺の真目が下がります。1はないと俺も思っていた。あと2番だったら黒打ってるよ。騎士がないことつけてんだから。俺の真を追えなかったらしっかり謝れよ。今日1釣り。6番のプレイヤーが発言します。まあ2番さんも4番さんも今日1番さんいけないかなと思ってるんですけど、なんか今日5番さん釣っちゃったらどっちかが投票間違える気しかしないんですよね。だから今日自分1番さん行きたいんですけど、でも5番さんの真決め打って、もし5番さんが狂人だとしても、1番さんが、人狼確定ってことになっちゃうんで、まあ利的行為だと思いますしね。まあ誤爆ってのもありますし、まあ人狼だったっていうのがまあ最悪パターンなんですけど、だとしたら、少なくとも、一人外連れてるんで、人狼だって、で、2番さん、4番さんのどちらかが、と繋がってたら、負けか。でね、4番さんに、言っとくんですけど、9番さんも7番さんも、1番さんとかに
あ、違うわ。9番さんか。9番さん、1番さんに黒打てないと思うんですよ。だって、騎士出てないんですよ。で、まあ、5番さんも言ってましたけど、2番さんが騎士じゃないのを透かしちゃって、まあ、それは後か。だからね、今日1番さんに言ってほしいんですよね。2番さんも4番さんもなぜか5、6ラインを見てるっていうんで、ちょっと不安でしかないんですよ。自分は3番さんが噛まれたことから、2番さんを自分が猛烈に疑ってたんですけど、その思考を改めて、で4番さんの霊能結果気になるって発言から見て、2番さん、4番さんどちらとも白いと置きました。で、残ったのが1番さんなんで、まあ納得って感じですかね。今日、1番さんに行ってください。以上です。その疑いには、どんな根拠があるの？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。はぁ、バケった。やば。え、何が？え、合心だったんだ。ごめん、当てちゃった。あ、お父さんとしたか。5番さんすいませんね。5番さんとしたってのは最初から分かってましたよ。わかんないね、一番って人外なのか何なのか。いや、村なのかなと思ってたら、結局、結果論で人外。てか、あれでした。わかりにくい。俺、1で、なんで1占わなかったのかなって